部屋にいましたね、パイロット候補。私です。メイガス・エイジス・エリザベート・チャンネルです。今日もやることもなく、自宅待機ですか。情けない。お前には上昇志向というものがないのですか。まあ、とはいえ、バレンタインだからといって浮かれていないのは良いことです。そんなお前に私から重要な提案があります。至急カルデア地下格納庫に来るように。言っておきますが3分です。それ以上は私の炉心が持ちませんので。そんな無駄口を叩くとは余裕ね、パイロット候補。刺激心をそそります。もちろん1分の遅刻につき目返りパンチ一発です。それともデスカッターがお好みかしら。ええ、だから1秒でも早く来てと言っているのよ。これ以上私の炉心を暴走させないことね。早い！普段は寄り道ばかりするくせに、なぜ今日に限って時間ぴったりなのですか。しかも余裕たっぷりに、息一つ切らさず。この苛立ちは未体験、解析不能の衝動です。なんだか理屈なしで不満を覚える私がいます。えい、メカエリパンチ、メカエリパンチ。そうですね。なぜ私は怒っているのでしょう。いつも時間を守らないお前がスケジュール通りに行動することは喜ばしいはずなのに、バグかしら。それとももう怒りの許容範囲を超えてしまって、何をしてもパンチしたくなっているとか。パイロット候補、今何か言いかけましたか。チェイテの守護神にして地上で最も美しい鉄、この鋼鉄魔女メカエリちゃんに対して、バグだとかレトロすぎるとか絶壁だとか、その手の思考を巡らせた愚か者の末路は知っていて。 いえ、説明の必要はなかったわね、パイロット候補。お前は賢い、私のしもべなのですから。さて、お前を呼びつけたのは他でもありません、この神聖な空間。メカにとって魂のふるさととも言える格納庫にて最高の名誉を与えるため。受け取りなさい、これが私からお前に送る協力者の証です。私は炭水化物も糖分もカルシウムも取りません。鉄ですので。ですがそれはそれとして、今日が何であるかは理解しています。ハロウィンも認める私ですので。コホン。というわけで、ひざまずいて受け取りなさい。これが私とお前をつなぐ鋼鉄の絆。いつ、いかなる時でも、お前のボイスをコマンドとして私の AI に届かせるしもべの冠。
そう、これこそは主人公のマストアイテム。今日はまさに受訓式なのです。む、どうしたのです、パイロット候補。これで私とお前は一心同体っぽくなるのよ。もしや、もっとシンプルにトランシーバー型が好みでしたか。そうでしょうと。これは私が最も敬愛する特撮から得た。いつまでも色あせない最高の送信装置です。最新のヘッドマウントディスプレイには私の好む戦法、私のしたい攻撃、私の欲しい補充アイテム、私の意欲を向上させる言葉など、マニュアルとして表示されますので、お前は注意深くマニュアルに従うように。なぜこんなものを作ったのかですか。もちろん私の親切心です。お前にはかねてから足りないものがありましたから、それをこの木に矯正してあげようと思ったの。素敵でしょ。自分でも自分の発想がちょっと怖いわ。エリザベート・バートリーは天才だったのね。それはともかく、何をしているの。もたもたしていると口から火を吐くわよ。早くかぶって、そういう場面よ、ここは。私のパイロットかっこよすぎ。ああ、いえ、何でも。今のはただのバグです。気にしないように。パイロット候補、いえ、マスター、お前には私のパイロット候補としてさらなる成長を望みます。私は正義の執行者ですが、どこまで行っても兵器です。扱う者の心が強くなければ、打流に落ちる。そのレシーバーには、私の強制停止機能が含まれています。私にとってのレージュですね。まあ、成功率は 12% 程度ですが、それでもないよりはマシかと。でも心のブレーキにはなるわ。お前のせいで人身回路も持ってしまったことだしね。何にせよ、それが私からの贈り物です。私にできる最大の信頼を形にしてみました。食べ物でなくて残念なら、今すぐ食堂に行きなさい。チョコレートはそちらでどうぞ。私があげられるのは、こういった面白みも華やかさもないものなので。そうですか。その言葉で私の露心も落ち着きました。では試しに初めてのコマンドを命じなさい。初回サービスです。どんなものでも起こりませんので。あ、そうでした。今は私の人身回路の話ではありません。
って。お前を呼びつけたのは他でもありません。この神聖な空間。そうですね。そのレシーバーをかぶっているお前が視界にいる時点で、私が暴走することはないでしょう。何にせよ、それが私からの贈り物です。私にできる最大の信頼を形にしてみました。食べ物でなくて残念なら、今すぐ食堂に行きなさい。チョコレートはそちらでどうぞ。